本日は7月13日月曜日朝5時54分の相場解説になります。ただいま見ていただいているのが週足ですね。週が変わりましたらやっぱり週足を見ないといけないですね。これはですね、下の方に向かっているのかなと思います。いろいろと下の方に向かっている理由をお話しします。まずこちらの方ですね、高値切り下げが起きているかなというところで、おそらくこの辺でこういうふうにね、 落ちていいいくんじゃないかなかとうころそれからあヒゲなんですけどもこちらの方にね陽線のヒが上を上髭を出してますよねで今できている陰線の方はちょっとわからないんですけどもその1個前が陽線であり上髭なんで、えー、これがですね真下の方に安値県だとちょっと事情がかかってきますけどねまあどっちとも取れるといえば取れるんですけども私はこれは下がっていくんではないかなと思っております でえっと今度は日足を見てみましょう。これが一日足なんですけども、ずっと下で展開するってお話をしていました。ここですね。このようになって、あとはあこちらの方で展開されるのかなと思ってます。ここですね。うん、で、一、えー、日の次は4時間を見てみるわけなんですけども、4時間は移動平均線が見れるんじゃないですかね。ほらね。 移動平均線がこうパーッと広がって下の方に向かってますよね。で、これ、調整が入っていっ一旦組み上げるんですけども、えー、圧力が下の方にここからかかってくると思いますので、えー、と売りでですね、反転狙いを根っこから取っていこうかと思います。まあ、そのためにちょっと1時間を見なければならないんですが、1時間を見るとですね、調整波動が、ダーっと下がってきた調整波動がここで V で入って、V で入ったのが、再度、ね、N を書くように下に付け抜けていく図が、私の 頭の中に想定できます今までこういうこと何度もあったんでね。ただし、これがね N を書いていくのか、N を書かずに、ちょっとこう横ばいになった後に下に行くのかの違いがあると思います。これはですね、ここを見てもらってもよくわかると思うんですよ。ここも横ばいでしょこう下がってきて横ばって、下の方に行ったと。それと同じようになると。こういうパターンって結構あるんですよね。あの横ばいがちょっと1回挟まれると。ちょっとこの図で書きますと、 素直に N で下がっていく場合もあれば、大和くんが <laughs> 騒いでますけども、こういうふうにね、横ばいを挟んだ結果、下に行く場合もあるんですよ。で、逆にこれがですね、横ばいを挟んだ結果、上に行くこともありますけどもね、今ね、解説してるから静かにね、興奮するのがかっんでねは、いじゃあ大和くんもね、なんかこう、そうだそうだって言ってますんで、私は今回は、あ、ちょっと売りの方でね、今日、 入れていこうかと思いいますいやー先日ねあのミ、ー、セ渡辺さんと対談させていただいて FX の方に改めて興味が出てきたとか、うん、FX の手法をもうちょっと聞きたいとかっていう声もね非常に多かったですただ今どちらかというと人気はその時にポロッとお話した携帯利権の方に傾いてるんですよねやっぱり FX ってのは身につけるまでちょっと時間がかかるのと いつ身につくのかがちょっと不安だというところで、携帯利権の方をねやっぱ取っていきたいということなんですよ。ただ、携帯利権もね利権取ろうと思ったら、ただ参加するだけではだめで、やっぱりね、素晴らしい話、いい話っていうのを人に伝えていける人だけに利権っていうのが来るんですよね。だ黙っていてはだめなんですよあの。いい話があったらやっぱり人に教えたいじゃないですか。いい話を自分だけで黙っておいてね、人には教えないっていうふうなことではなかなか世の中良くならないと。 利権のマーケットって結局広がらないと利権を取った人に美味しさがないんですよ。ですんで利権のうまみを取ろうと思ったらやっぱりねあのうるさいようるさいよちょっと放送してるんだからね。はい ししままたあー言ってますね、えー、ちょっとこみません、きょうは騒がしくて、まああの。利権を取ったら、今度はその利権を生かしていかないといけないんで、えー、まだねその、今回は携帯電話ですけど、携帯電話の恩恵に預かってない人にあの、恩恵に預かってもらわないといけないのかなというところでございます本日は以上です。